ラブユーは7月、高文み、作、三毛オ画のライトノベル作品。集英社、スーパーダッシュ文庫館。2009年3月25日にフロンティアワークスより、ドラマ CD が発売された。原作は2008年に出版された6巻を最後に、観光が途絶えている。舞台となるのは、東京都四季島市。 人口100万人の大都市を舞台に姫勇者ロザリーが大暴れをする。500万本の驚異的セールスを誇る国民的 RPG ドラゴンブレス3エテルナの姫勇者。ドラブレシリーズを出来合愛するカンダッシュンはそのゲームしながらふと主人公ロザリーが現実世界にいたらいいのにと考える。その次の瞬間テレビ画面が 先行に包まれ、ロザリーが、本当に、現実世界へ現れる。同時に、日本中の、ドラブレ3から主人公、ロザリーの姿が消えゲームの続行が不可能になってしまう、怪現象が発生する。そして、現実世界でロザリーは勘違いから国会を、襲撃したのを始め行く先々で騒ぎを起こすが、春は、生徒会長、白金壁空から、 このままだとゲーム世界と現実世界の双方が破滅してしまうと衝撃の事実を告げられる。だがこの能力を持っているのはマドカだけではなかった。無給の財産教授者という組織がシュンと同じ能力を持ち彼の力を狙って動き始めた。キャストはドラマ CD 版のもの。本作における敵対勢力。フロンティアワークス2009年3月25日。 発売、FCCN-0045 ありがとうございます。